プロキロをご覧の皆様こんにちはいつもご覧いただきありがとうございますさて日本をより良くするためのアイデアが詰まったこちら日本を動かす100の行動をお読みいただけましたでしょうかこの本を通して皆さんと一緒に日本の明るい未来を開いていければ嬉しく思いますそれでは本日は100の行動78世界一安全な国を目指そう警察のハイテク化 情報収集能力の向上、国際化についてお話しいただきます。日本の殺人事件の検挙率は96。九十六パーセントと諸外国と比べて。極めて高いです。一方でサイバー犯罪。危険ドラッグ、ストーカー被害や D. V. など。身近なところで起こる犯罪は増加しています。テクノロジーを用いた警察のハイテク化が必要となってきました。一。I. T. 化。 社会構造の変化に対応するハイテク鋼板を日本はサイバースペースにおける犯罪察知抑止機能が脆弱ですネット上の行動履歴の監視を強化する必要がありますまた交番機能を補完するため該当カメラの設置も積極的に進める必要がありますそれらの画像データを人工知能と結びつけたハイテク鋼板の設置を提案します 2. 警察の情報収集能力を向上させ国際的な連携を強化せよ海上保安庁・法務省入国管理局と警察による国境警備本部の創設を国際テロから国民の生命財産と公共の安全秩序を守るため警察の対テロ能力を強化することは極めて重要です次の三つの取り組みが必要です一、国内地方機関を強化し 対テロにおいて必要な情報収集を行う 2. 国内外の情報機関との連携を強化しテロ対策上必要な多くの情報を集約する 3. 水際対策強化のため国境警備本部を設置し出入国管理を行う 3. 警察資源の選択と集中を進めよう交通部門は警察組織から外部化し捜査部門の能力強化と近代化を進めよう 欧米では2、300人に対して警察官1人ですが、日本は500人当たり1人となっており、約半分です。打開策は、選択と集中と外部化です。駐車違反の取り締まりを外部化したように、交通部門に関しては警察組織から外して外部化するのが一案でしょう。いずれにせよ、警察組織の近代化が必要です。警察のハイテク化、情報収集能力の向上、国際化により、 日本を世界一安全な国として世界に誇れるようにしたいと思います。